地は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。いよいよキックオフです。果敢にスライディング、おっと足がかかった。シュート、これはちょっと危険なプレーでした。走り込んできた。シュート。最後のところで崩せない。が出た。ファーポスト。コーナーキックになります。ヘッド。スライディング、出た。さあこのまま攻め上がれるか。危険なタックル。スローイン。
さあここからどう攻める。折り返す。これはファールです。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。ここはキーパーがキャッチ。中へ放り込む。キラーパスになるのか。シュート。キックミスでしょう。ヘッドパス。素早いです。いいボールですよ。主審ファールを取りました。イエロー覚悟のプレーでしょうか。熱くなる。油断できません。スローイン。スローインです。走り込んできた。前半戦終了。前半戦はさあ、後半戦キックオフです。シュート。ボールが宙をさまよう。決まった。ゴール。同点に追いつきました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早い。カット。スローイン。危ない。おっと奪った。これは気をつけないと。ニアに合わせた。これはゴールキック。狙いすぎたようです。後半10分経過。これはゴールキック。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。
もう一度見てみましょう。得点を奪うという本能が。スローインです。外してしまった。これは決めなければいけない。ヘッドで中途ミス。スタンドから吐息が漏れます。主審笛を吹いた。ヘッドでオフサイドを取られました。これはちょっと危険なプレーでした。このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。直接狙った。さあこのまま攻め上がれるか。主審ファウルを取りました。さあどちらがボールを支配するのか。シュート。後半30分経過。これはピンチ。中へ上げる。計測したフォーメーションを突き破るドリブル。勇気あるプレーです。ヘッドでドリブル。シュート。スペースを埋めないと。折り返した。さあどちらがボールを支配するのか。フリーにさせてはいけない。ファーサイドに上げた。出た。惜しくも敗れました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応え